週刊ウニということで、岩井まさか、YouTube からお送りしています。岩井まさかです。よろしくお願いします。そして、三好さん、ご挨拶をよろしくお願いします。三好です。よろしくお願いしよろします。くお願いします。それでは、最近あげました動はい。画がありますので、それの振り返りをよろしくお願いします。行きましょう。あれ？繰り返し再生になって、ループ再生でもう一回。こちらああ、ですそうですね。ね。そうですね。折り紙が重なってて、ずれていくと。そうですね。で、ある範囲内は、中央部分が、まあ、合同。はい。まあ、鏡像はあるものの、合同の図形の敷き詰めになっているということですね。54度までは、あ、ここはもうなんかちょっとですね、折り紙がチラ見えしているっていこう、チラ見えしてるところ、う ええ。よいしょ、ここで止めて、これ今、はみ出てるのが青と黄色ですよね、これね。それはね、どっちかにね、決めなきゃいけなくて、白と黄色の2択と、赤と青の二択だと思いますけどね。これ紙裏返したら別の紙の端がそこから出てたりとかするんですかね。もしかすると。紙を裏返す？こう全どれ体でをすか？こうグッと。全体の図は、裏返したときにどんな図になってるかはまだ想像したことなかったですね。ああ。案外同じような感じになってるかもしれなくああ、て。そうですかね。あ、でも違うか。違うかもしれない。ちょうなんど半分かぐならり複いですもん雑ね。で、このチラ見せしてる図形が本当にできるかどうかも、実際にはやってみた方が本当はいいですね。見ないと難し本当いでにす。できてるかどうかわかんないですね。あそこ、ある種のなんか5枚が重なってるところがあるので、なんつうの、五つどもえみたいになってるんで。どうもよ。そうですね。だから赤白は、まあ、縦の赤白に着目すると、白の方が下に来てるんですけど、青黄色に着目すると黄色の方が下で、つまり、上下の方向が、そこで違ってますよね。上が、Z 軸的に下な場合と、下が Z 軸のに対して下な場合があるので、はい。赤白と黄色青のコンビで。なんで、そこは絶対だって、どう考えても、そんなに揃わないよねって思うけど、まあそうでもないか。すれ違ってるから、意外に大丈夫なのかな。巴でじゃんけんぽんみたいになってるんですよね、これ、上下関係が。チラ見せするときはどっちかを優先した感じにしてますね。はい。それは黄色と白なんで、隣との関係なので。いやー、なんか面白かったですね、これ面白い。ね。面白いですね。もっと、あんまり見たことがない。書き方は少しわかりましたので。もうこの調子で、シリーズええ。ですから。あ、そうですか。シリーズがありますか。ええ。またぜひ、はい。やっていただけると。そうね。もう一点ずつやれば何しろもう、どんなやつも描けるんでね。それだとすんげえ時間かかるけど。はい。よろあ、しどくうね、今も。日はありがね。とうございました。それではまた次回ということで、どうもありがとうございます。なんですかっけ？チャンネル登録。
ぜひお願いします。よろしくお願いしまお願いします。す。はい。